アイアムコランダ、オールドジェネーション、どうもコランティブの永田です。ということで、今回はですね、えー、僕についての質問がいろいろされているそうですので、えー、今回それについて、えー、詳しく答えていきたいと思います。どうしてもね、あの、今回ノー編集、ノーカットということでね、えー、お見苦しい点ございますが、えー、暖かい目で見守っていただけると幸いでございます。ということでね、えー、早速始めていきたいと思います。 えまずは、えー、仕事を辞僕はもともとね、えー、まあ地元の方で岐阜県の方で、えー、工場勤務しておりましたが、えー、まあ,ある時ちょっとやりたいことがあって今まで続けていた仕事をまあ、ね、このままずっとこれからやっていけるかっていうのを考えたら、まあ、モチベーションとかそういうのもありまして、えー、続けるのが困難というか。 やりたいことがあったので、えー、2年前ですね。2年前に仕事を辞めて、名古屋の方にあるね、専門学校に、えー、入きましたで。その専門学校は、まあ、主にゲーム系の、えー、専門的な知識を学ぶところで、えー、僕は、そうですね、デザイナーとして、えー、主に 2D のイラストについて勉強してきました。はい、次いきます。えー、次、編集についてになります。 えー、今までは僕とポチモのお二人でずっとやってきたんですけども、えー、そうですね2年ほど前ちょうど僕が学校行くぐらいの時から、えー、ポチモだけの編集になりました、えー、と言いますのも、えー、僕の入ったその学校なんですけれども、えー、ゲーム業界っていうのはあんまり就職率が、えー、いいというわけがなくて、えーまあ、頑張らないと就職できないということで。 えー、あまりその動画撮影とか編集に使っている時間が割けなかったのでまあね地元にいるポチモを率いるコランダーメンバーにまあ任せてたまに僕が出演するという形で、まあ、編集はもうこっち来てからほぼほぼやってないですねはいということで、えー、もう現在は全部ポチモがやってくれていますありがとうということで次名古屋に住んでいることということで まあね、先ほど言ったんですけれどもまあ大雑把に言うと名古屋の大須ら辺に今住んでいます学校もねまあ境にあるのでまあまあ近いんで、はい、大須に住んでますはい見晴れとかは大丈夫だと思います次学校に行ってるとこということでねまあねそれもさっき説明したんですけれどもまあ2年生の学校の専門学校でして まあ今年度で卒業という来年の3月ですねに卒業になりますでまあね現在の状況になりますけれども、まあ、無事就職も決まりましてねえー、まあ就職決まったんですけれども就職先はなんと京都ということでえな、ー、おのことちょっと動画に出演する機会が減ってしまうと思いますまあこれからコロナ TV のね、えー、活動どうなっていくか分かんないですけども まあできる限りのことはね、やっていきたいと思うので、僕もたまにちょっとカデルのイラストを描いたりとか、前ポケモンのイラストを描いたりとか、で、地元に戻ってきた時に撮影したりとか、そういうことがあるので、そういうところで貢献とかしていこうかなと思っている次第でございます。え気になっていることを、えー、答えましたけれども、まあ、はい、こんな感じではい、終わりたいと思います。まあね、あま 隠さず話したつもりなんで、はい、まあこれで理解してもらえば不幸中の幸い極まりないということで、えー、それではまた、えー、次回の動画でお会いしましょうバイバイ、はい